말씀 지으며 복귀성 하시고 하면 それではまずはお二人から関東語のご挨拶をいただきたいと思います。山下さんからどうぞ。大家好，我是上海籍的。I'm so happy to come back to Hong Kong. Thank you so much for coming today. ありがとうございます。それでは大西さんお願いします。大家好，我是三門幺子。今日は初めてここに来ることができて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。咁啱啱三木優子咧介紹完之後就話佢今日好開心就可以嚟到呢度啦，咁就請大家多多指教嘅。咁就事不宜遲啦，因為佢哋都有好多關於電影嘅嘢想同大家分享嘅。咁咧我哋事不宜遲，即刻問下佢哋啲問題啦。咁首先第一題先啦，乜就話一つ目の質問啦，お願いします。映画を宣伝するためにアジアツアーを開催することと香港にいらっしゃることを決めた理由は何でしょうか。山下さんからどうぞ。まあこの映画の撮影は日本で行ったんですが、今回、イジェハン監督と、一緒に、共同で、制作することができてとても、僕自身も、学ぶことがたくさんありました。なのでこの映画を、よりたくさんの人に見ていただきたいと思い、今回、香港にも、香港含む、まあいろいろな地域に、行かせていただくことをとても嬉しく思ってます。はい。ありがとうございます。咁唔好意思，我補翻啱啱條問題先啦。咁頭先其實就係問佢哋點解會決定做今次呢個亞洲 Asia Tour 啦，同埋點解會決定嚟香港嘅咧？咁頭先阿沙亞先生咧就係回答，咁就係話咁今次套戲咧就喺日本拍啦，咁但係咧就係同呢個韓國嘅導演李宇翰導演就合作嘅。咁因為佢都好想呢套戲咧就可以俾即係不論係國外定係海外嘅人都可以睇到啦，咁所以佢哋就好開心今次可以搞到呢個 Asia Tour 去同唔同地方嘅人見面，同埋將呢套戲帶俾大家嘅。係，それでは Alex さん、お願いします。はい、そうですね。今回監督も韓国で活躍している監督だったり、スタッフの皆さんも韓国からいらっしゃるスタッフさんと日本のスタッフさんとこういろんな言葉は違ってもいろいろとこう心が通じるところがすごくこう撮影を通して感じて、ぜひ日本だけじゃなくて韓国でもそしてもっともっといろんなアジアの国にこの作品の素晴らしさを伝えたいなと思ってアジアツアーが決まったのかなと思っていますし、私も本当にここに、この映画とともに一緒に来ることができてすごく嬉しいです。ありがとうございます。咁啊，新木小姐啱啱就話啦，咁今次呢套戲咧就係同韓國嘅導演啦，同埋一班由韓國嚟日本嘅 staff 同埋日本嘅 staff 大家一齊共同製作嘅。咁佢喺製作過程之中咧都好享受，即係同佢哋大家溝通咁樣去完成呢套作品啦。咁所以佢都希望咧呢套作品咧唔係淨係日本國內啦，希望都可以將呢套作品嘅有趣之處、好睇嘅地方都可以帶俾國外嘅朋友。咁所以就決定咗搞呢次亞洲 tour 啦，而佢亦都好開心咧，可以同呢套作品咧，咁就一齊嚟到香港同大家宣傳咁樣嘅。ありがとうございました。次の質問なんですが、今回の映画ではお二人はそれぞれ目の見えない役柄と耳が聞こえない役柄を演じられましたが、お二人が今まで演じた役とはかなり違った役なんですけれども。どのようにしてこの役を受けることにしましたか。はい、では山下さんからお願いします。
もともと僕は監督のファンでもあったので、まあ、その、尊敬する監督と一緒にお仕事ができるということにとても、期待感が大きかったので、それとまあ僕自身この役を通してたくさん、いろんなことを学べるんじゃないかなという、そういう一つ新しいチャレンジができるというのも決め手だったと思います。そして荒木さんと久々に共演できることもとても楽しみでしたので、ぜひやりたいなと思いやらせていただきました。はい、ありがとうございます。唔好意思，我頭先，哦，唔好意思，我講翻條問題先啦。咁佢就話，咁我講翻條問題就係講咧，咁今次佢哋套戲咧就係分別就係飾演對眼睇唔到啦，同埋耳仔聽唔到嘅角色啦。咁因為呢個角色咧同佢哋以前嘅角色都幾唔同下嘅，所以今次條問題咧就係問佢哋點解會去。即係點解會去接演呢個角色嘅？咁頭先沙夏先生就回答啦，咁佢就話因為其實佢都係今次嘅導演阿李祖漢先生嘅 fans 啦，佢都好尊敬呢位導演嘅，咁所以佢都好期待可以咁樣同佢合作啦。而且因為咧，佢覺得可以喺呢個角色，通過呢套戲呢套角色咧，就可以學到好多嘢，亦都可以去面對好多唔同嘅挑戰啦，所以佢就想去演呢個角色嘅。而且咧，因為今次咧都係相隔咗五年之後，再同新木優子小姐合作嘅一次機會啦，咁所以都係因為咁樣，咁佢就接演咗呢個角色啦。係，それでは Alex さん、お願いします。そうですね。今回私にとって本当にチャレンジングな役柄で、手話だったりピアノだったり耳が聞こえないという身体的な障害以外にも挑戦する、練習するべきことが結構たくさんあって、なんか自分の中で挑戦するか悩むかなと自分でも思ったんですけど、不思議とすぐにやりたいっていう気持ちになって、っていうのもすごく作品自体、その脚本自体がすごく素晴らしくて、それで相手も山下さんっていうのをお伺いして、ぜひやらせてくださいってすぐにお返事をさせていただいたんですけど、あとはもう監督と会ってすごくその作品に対しての情熱が伝わってきて、ぜひこの監督と一緒に作品作りたいなっていうふうに思ったのがきっかけというか、この作品に参加すると決めた、大きな要因なのかなっていう思います。ありがとうございます。咁佢就話啦，咁佢喺今次套戲入邊咧，其實都有好多好挑戰性嘅要做啦。例如佢除咗要做手語之外，佢仲要練琴啦，因為戲入邊佢會彈琴嘅。咁佢就話當初咧，佢見到即係自己要做咁多比較挑戰性嘅嘢嘅時候咧，佢都好擔心，死啦，佢應唔應付到咧？但係咧，佢就好快就已經釋懷咗，亦都冇咁緊張，咁就想去做呢樣嘢啦。咁另外咧，就係因為佢都知道今次咧都係可以再同三隻智狗。共即係再一次合作嘅一次機會啦，咁所以佢都好想做嘅。而且咧最尾佢都講過咧，就係話當佢見到韓國嘅導演啦，佢哋都覺得即係同韓國導演李祖漢先生見咗面之後咧，咁佢哋就溝通咗啦。而且佢都覺得個劇本咧都好有趣，覺得個故事好好。咁最後佢就決定咧就要出演呢個作品啦。係，ありがとうございました。咁跟住咧就係跟住條問題啦。咁因為佢哋今次頭先都講過啦，佢哋都係飾演一啲有身體障礙、身體上有障礙嘅人士啦。咁我哋呢條問題咧，就係想問佢哋事先佢哋做過啲咩功課咧，去幫佢哋去做好呢個角色咧。はい、それでは次の質問にお伺いしたいんですが、今回の役を演じられる上で準備されていたのはどういったことでしょうか。山下さんからお願いします。はい。今回僕は目が見えなくなってしまうという役柄でしたので、実際に目が見えない方、生まれつき見えない方、そして途中で見えなくなってしまった方、いろんな方にインタビューさせていただいたりとかで、彼らがどういうふうにどんな絶望を味わって、どういうふうにこうそこから抜け出したのか、再度希望を持って立ち上がったのか、そういう話をお伺いしたりしまして、あとはその実際に
目の不自由な方が、使う白杖杖ですねの使い方だったりとか、あとはまあ自宅で、目隠しをして、過ごしてみたりとか、そういうまあ物理的なことも、もちろんやりました。あとその目が、見えないような演じ方はどうするのかというのも、まあ、監督、そして、アクティングコーチと、いろいろ相談しながら役を、はい、作り上げていけたと思います。ありがとうございます。咁頭先生啊，先生就回答翻條問題啦。咁佢喺演呢個角色之前咧，就做咗都好多唔同嘅準備嘅。咁就係第一就係佢就去同唔同嘅失明、先天性失明同埋後天性突然之間失明嘅人士咧就見面啦。咁就採訪咗佢哋啦，就想了解一下佢哋喺呢個情況之下係會有一種點樣嘅絕望嘅感覺啦，或者係佢哋點樣從呢種絕望入邊咧就走翻出嚟嘅。然之後咧，咁佢都有去實際咁去嘗試用嗰個盲人嗰啲啲竹去用嚟行下嗰個感覺係點樣啦。而且咧，佢亦都有喺屋企入邊咧蒙眼，蒙咗自己對眼去實際感受一下，真係睇唔到嘅時候嗰個感覺係點樣嘅。同埋咧喺拍攝啊，或者拍即係喺拍攝嘅時候，或者可能拍攝之前咧，咁佢都會同監督都會同導演啦，李祖厚導演溝通一下啦，同埋同佢嘅演技嗰個老師溝通一下，應該要點樣演好呢個睇唔到嘅盲人嘅角色嘅。係，それでは Alex さんお願いします。そうですね。私は生まれながらにして耳が聞こえないという役柄だったので、耳が聞こえない体験っていうのを。したくてというか、耳が聞こえない、体験をするために、水の中に潜って、しばらく音を感じないっていう空間を自分で作ったりとか、あとは実際にその今回手話を、演じるにあたってかなり練習しなきゃいけなかったんですけど、その手話の先生に、その耳が聞こえない人のその座り方だったり、こう部屋の入り方だったり、所作っていうものをいろんな、そうですね、所作を教えてもらったり、それをこう体にどんどんこう染み込ませて、あ、今耳が聞こえない人だったらどういう反応するかなとか、ここにこうどう入っていくかなとか、そういうのを少しずつというか、まあ、少しずつ確実に考えながら役をこう役というか手話だったり、その目の耳の聞こえない人の動作を体に染み込ませていくっていうのをすごく準備しました。ありがとうございます。咁頭先生老師咧就回答啦，咁佢為咗可以，因為佢飾演嗰個角色咧就係一個天生隻耳仔聽唔到，即係天生失聰嘅角色啦。咁佢為咗可以可以感受到到底聽唔到係一種點樣嘅感覺咧，咁佢首先咧做咗一件事咧就係佢潛落水底。嘗試在水入邊感受一下冇曬聲嘅感覺係點樣嘅。咁跟住之後咧，因為佢仲要做手語啦，佢仲要學手語啦。咁佢就透過同嗰個手語老師嘅練習啦，同埋佢就會問個老師啊，嗰啲聽唔到嘅人，即係失聰嘅人士咧，佢哋平時係點樣，即係啲動作係點樣做嘅咧？例如佢哋係點樣開門入房啊，點樣坐低啊，類似呢啲咁樣嘅嘢啦。咁佢慢慢咧，佢就將呢啲失聰人士的一些平時的動作啊，平時的日常生活會做的事就慢慢就融入在自己生活裡面啦。即例如有時候可能他坐在那裡就會想啊，如果我現在是失聰的人的話，那我現在應該是會做這樣的動作，是這樣坐這樣的，那他就用這個方法呢，那就去準備，去就為這個角色做準備的。ありがとうございます。それでは続いての質問なんですが、今回の映画ではお二人とも挑戦的な役柄ですけれども、撮影中には何か大変だったことはありますでしょうか。あ、すみません、私たちこれ使った方がいいですか。それは講返問題先。現在這個問題呢就是問他們拍這部戲的時候呢有遇到什麼困難、或者挑戰的、撮影で大変だったこと、はい、お願いします。撮影で大変だったこと、もちろんその最初から
買うべきでしたね。マイクは、いいのか、こちらのマイクも、これこれね、はいはい、これで、はい、すいません、大丈夫です、大丈夫です、はい、撮影で大変だったこと、まあ、もちろんその演技をする上で、まあ個人的には目が見えない風に、見せるにはどうしたらいいんだろうっていうことを、まあ、考えながら、演技するのは大変だったんですが、でも現場では本当にあの日々あの新しい発見が、ありまして、まあ、監督、荒木さんといろいろ役について相談しないながら進められていたのが、まあ、あの時間がない中で大変なこともあったんですが、どちらかというと僕は、毎日、現場に行くのが楽しかったですね。はい、ありがとうございます。咁啱啱新亞先生咧就回答咧，咁佢就覺得今次拍攝最難嘅地方就當然係如何去即係演技，係喺演技方面如何去可以演到一個後天性失明嘅人啦。咁咧而佢都話即係佢覺得呢件事好困難啦。但係咧佢話因為喺拍攝嘅現場嗰度咧，每日咧都可以有好多新嘅唔同嘅發現啦，同埋咧每次拍攝咧都會同監督啊。同導演啦，同埋同阿新露小姐，大家一齊溝通地咁樣去進行呢個拍攝嘅。所以咧，雖然喺演呢個角色上面咧有好大嘅挑戰同困難啦，但係咧佢每日咧其實都好期待咧去拍攝現場去拍戲嘅。係，你哋話 Alex 同你嘅小話。係，そうですね。この作品の撮影は日本の1月2月に行われたんですけど。日本の1月2月が実は一番寒い時期で、本当にまあ、雪を降らせたりっていう演出もあったんですけど、撮影期間中本当に寒くてそれがすごく大変だったというか、でもその分温かいご飯をいつもケータリングで出してもらっていただいてたんですけど、そのご飯の温かさがすごい身に染みてより美味しく感じたのがすごく印象的です。ありがとうございます。咁啱啱咧，新木小姐就話咧，今次拍戲最困難或者即係令佢覺得最辛苦嘅地方咧，其實就係因為套戲咧喺日本嘅一月、二月嗰時候拍嘅，咁佢就話嗰個時候咧，其實日本係好凍好凍，咁所以咧，所以就好辛苦好辛苦，咁呢件事就即係令佢覺得好印象深刻啦。咁但係佢就話咧，雖然係咁凍嘅情況下啦，但係每當佢可以即係食飯嘅時候咧，食到啲好熱，即係好温暖。嘅飯餸咧，咁佢就覺得啊，好温暖，即係俾啲即係全身就好温暖咁樣啊，咁所以即係佢都好享受今次嘅拍攝嘅。咁跟住就去到下一條問題啦。咁呢條問題咧，就係想問下佢哋喺呢部戲入邊咧最難忘嘅一幕到底係啲咩咧？はい、それでは次の質問です。この映画の中では一番印象に残っているシーンはありますでしょうか。山下さん、どうぞ。まあいろいろたくさんあるんですけど、そうですね。今思うのは最初の冒頭のシーンなんですけど。はい。ですね、僕が演じるシンジがですね、パッとこう公園を見渡した時に風が吹いているところと、あとパッとその公園のベンチと、街灯がすごく印象的でして、まあ、それが今回の物語のキーになってくるところでもあるんですけど、その冒頭であと風の音にもちょっと注目して聞いてもらえたらなと思います。監督がすごいこだわって音にもちゃんとこう響くような音をつけてくださったので、はい、目が見えないという僕が役でもあるので、その今回は視覚だけじゃなくてこうサウンドにもぜひ注目してほしいなと思います。はい、ありがとうございます。
咁頭先咧，山下先生就回答啦。咁雖然佢話呢套戲入邊咧，其實佢有好多場景，佢都好印象深刻啦。咁但係如果要講到最印象深刻嘅咧，其實就係套戲嘅開頭嘅一個場景嚟嘅。咁其實就係佢坐咗喺一張公園嘅凳上面啦，跟住咧就講咗一句啊，啲風喺度吹動嘅一句台詞啦。咁佢話喺呢，因為呢個場景咧，其實對喺套戲後面都係一個比較重要嘅場景嚟嘅。咁所以佢就話佢對張凳啊同埋對個街燈其實印象都好深刻啦。而且咧佢話因為今次套戲咧係講即係沙溢先生飾演嘅嗰個角色咧，真志咧係一個即係失明嘅人啦。咁所以咧監導演咧喺製作上面咧，佢都咧喺啲聲音啊，即係風吹動嘅聲音上面咧，佢都即係好用心咁去製作嗰啲聲嘅。咁所以佢希望大家都可以留意呢一方面嘅，喺套睇喺睇戲嘅時候可以留意呢方面嘅嘢啦。係，所以就話 Alex 先生。係。私演じる響と山下さん演じる真嗣が一緒に暮らし始めるんですけど、なんかその暮らし始めた段階のその真嗣がもともと住んでた家に響がこう入って一緒に生活し始めるんですけど、最初は最初のその真嗣の家の様子と響がちょっとずつこう荷物を片付けたりとか、その真嗣のために目が見えない、目が見えなくなってしまった真嗣のためにこういろいろと工夫、生活する上でその工夫をいろいろとしていて、例えばこういろんなところに展示の、テープを貼ってみたりとか、なんかお洋服の色をこう選べるように工夫するようななんかものを作っていたりとかっていうのが、あといろんなこう付箋にメッセージをメッセージというか自分の中で気をつけなきゃいけないこと、こう真嗣が何だろうな、生活するときにこうした方が生活しやすいよっていうメモ書きみたいなのをたくさん書いて部屋にたくさん貼ってるんですけど、なんかそういう本当に全部映り切ってないぐらい本当にこう細かいところになんかその響が真嗣に対して その思いやる気持ちっていうのが部屋に現れてるので、そこはすごく印象的、部屋のシーンはすごく印象的で思い出に残ってるというか、すごく注目していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。咁啱啱咧，新木少咧就回答啦。佢就話喺成套戲入邊咧，佢印象最深刻、最有感受嘅一個場景咧，其實就係真嗣，即係沙溢先生喺戲入邊飾演嗰個角色真嗣嘅嗰間屋啦。因為咧喺套戲嘅即係劇情後面發展咧，咁佢係會同真嗣一齊住喺嗰間屋入邊嘅。而佢因為佢話咧，佢哋一齊居住之後咧，咁新木小姐飾演嗰個角色上弦響咧，咁佢為咗可以即係方便啊真嗣先生生活啦，因為佢對眼睇唔到咧，咁所以咧，咁首先就係佢幫佢執好咗佢，即係幫佢執好咗佢間屋啊，然之後喺間屋入邊咧，咁就整咗好多方便盲人即係用嘅嘢，例如可能嗰啲點字嘅，喺好多唔同地方貼好多唔同點字啦，跟住咧會幫佢將啲顏衫嘅顏色排好，咁等佢可以容易啲揀衫等等嘅細節啦，跟住仲話佢喺間屋入邊咧係黐咗好多memo紙。就係for新木小姐嗰個角色上弦響平時同真嗣生活嘅時候要注意嘅事項係啲乜嘢？咁佢就話咧，喺成個場景入邊，即係嗰間房入邊咧，其實係充滿咗好多呢啲咁嘅小細節嘅。咁所以佢希望大家喺睇戲嘅時候咧，就可以多啲留意一下佢間屋入邊嗰啲細節啦。香港に来られる感想について多分質問されてます。はい、わかりました。
あとはあの質問を答えるときはなるべくカメラに飾ってお願いします。わかりました。はい。我跟莫雷，因为我是台湾人，他们是叫我。咁不如问下，即系生下自己去十二年，即系相隔十二年再嚟香港，同埋即系佢个感受系点样啊？咁样，同埋好似系咪类似好似第一次嚟香港？系，生活系咪第一次嚟香港？系啦，对香港嘅感受，四字咯。OK， 你而家开始，我而家开始。次の質問なんですが、山下さんは12年ぶりの香港で、荒木さんは初めてなんですが、香港にいらっしゃったご感想とかをお伺いしたいのです。はい、山下さん、お願いします。僕は本当に、とても久しぶりに、香港に、遊びに来させていただいているんですけれども、まず空港でも本当に温かく迎え入れてくださったことに、とても感謝しています。僕自身とても嬉しく思っております。あとは本当に、昨日少し車で移動する時間があったんですけど、本当に街並みがすごく綺麗で、ずっと外を眺めていても、飽きなかったですし、部屋から見える夜景も本当に綺麗で、とても短い時間ではあるんですけど、改めて戻ってこれて本当に良かったなというふうに思ってます。ありがとうございます。咁啱啱咧，山下自己先生就回答啦。咁佢即係對於今次隔咗咁耐可以嚟香港咧，其實佢就覺得好開心嘅。特別係佢喺機場落機嘅時候咧，見到有好多人嚟接機迎接佢啦，咁佢都開心啦。然之後佢都講到話咧，咁佢因為琴日咧，咁佢喺機場。即係可能去酒店嘅途中咧，咁佢搭車嘅時候，佢就會見到啊香港嘅街道，佢就覺得好靚啦。同埋佢喺間房入邊，即係喺酒店房入邊咧，佢望出窗外見到香港嘅夜景咧，都覺得好靚好靚咁樣。咁所以佢就好開心咧。雖然計咗咁耐，同埋今次停留嘅時間好短啦，但係佢都好開心，今次可以再翻嚟香港同大家見面嘅。それでは Alex さん、お願いします。そうですね。本当に空港に着いた瞬間から。ファンの皆さんとあとはメディアの皆さんもすごく熱量が熱量を高く迎え入れてくださって、すごく香港のこう人々の情熱をついてすぐに感じることができたので、初めてここに香港に来られてすごく嬉しく思ったのと同時に、あすごいなんか皆さん情熱的な方なんだなっていうふうに思いましたし、そうですね、先ほど山下さんも言ってたように夜の街並みがすごく綺麗で、なんか海と都市がこうなんか一体になってる景色っていうのをこうあまり見たことがなかったので、すごく綺麗だなっていうふうに思いましたし、今回はあまり時間がないんですけど、香港のこう美味しいものとか楽しい場所をもっともっと知りたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。咁啱啱新木小姐就回答啦，咁佢就話因為今次咁係第一次嚟香港啦，但係佢話佢喺機場咧就已經咧，即係好快就感受到 fans 啦，同埋傳媒，即係各位傳媒嘅好熱情，好熱情咁歡迎佢哋啦，咁所以佢都覺得好開心嘅。而且咧佢話因為佢係即係嚟到香港之後，就好似頭先曾先生所講啦，佢就望到即係啲景色好美麗啦，同埋佢話。佢好少會見到話，即係好似香港咁樣嘅城市，即係海洋啊，同啲 building 即係好似融為一體咁樣嘅感覺，咁所以佢都覺得啊好新鮮咁樣啦。咁佢話雖然今次咧嚟嘅時間停留嘅時間好短啦，但係其實佢話之後都有機會咧都想試下即係食下香港啲嘢，或者去參觀下香港唔同嘅地方，去睇下香港嘅景色咁樣嘅。咁真係自己除咗宣傳以外，想喺香港做啲乜嘅，或者想食啲咩？係淨係真係自己。山下さんに質問なんですが、宣伝以外に香港でやりたいこととか食べたいものとかはありますでしょうか？やりたいことは、自分で運転してみたい。すごくこうかっこいいなって、昔来た時に友達に車でこうドライブしてもらったんですけど、すごい走って楽しそうだったんで、自分で運転しながらかっこいい街並みを楽しみながら運転できたら、よりエンジョイできるかなと。食べたいもの、食べたいもの、そうですね、やっぱり、せっかくなので
まあ、先ほども少しいただいたんですけど、あの香港 の, あのシューマイとか、はいはいはい、みたいなのがあの、はい、でも僕食べるのがすごい好きなんで、ちょっと食べ歩きの、あの昨日実はあの夜ラーメン屋さんにもちょっと見に行ったんですけど、あ、本当ですか、はい、すごいあの混んでて、あ、はいはい、入れなかったりと、まあ、いろいろちょっと食べ歩きしたいなと思います。 はい、ありがとうございます。咁啱啱三廿字啊，三廿字有先生咧，咁佢就話其實佢嚟香港咧最想做一樣嘢咧，就係、是、自己即係、就是、可以喺香港度揸車去兜風啊。因為佢話咧，佢即係之前咧同朋友咧都有喺香港，即、就、係、是、朋友揸車咁帶佢喺香港去遊車好啦。咁佢覺得誒呢、件事好好型啊，好好型啦，同埋好爽咁、啊、可以揸住架車周圍兜、周圍走咁樣啦。咁所以咧，佢話即係今次嚟香港最想做嘅事就係揸車。去兜風啦，同埋咧，佢講到話佢想食嘅食物啦，咁相信頭先可能都聽到就係燒賣啦，因為佢佢話其實佢好想喺香港咧可以一路行一路食咁樣去食唔同香港嘅美食嘅，而且係咯食唔同香港美食啦，同埋頭先就分享咗咧，原來佢琴晚咧其實咧就有蝕咗少少時間咧就走咗去香港嘅拉麵鋪啊，可能本來想食嘅，咁但係咧我見到好多好多人排隊咧，咁所以佢就食唔到啦咁樣。有冇機會開演唱會再？山下さんに質問ですが、香港でまたコンサートをすることが、ぜひやりたいなと思ってます。はい、如果有機會就都好想在香港可以唱嘅。好啦，唔該曬，我哋時間差唔多啦，唔好意思，多謝曬你哋，多謝曬你哋啊，辛苦曬，多謝曬，多謝曬，辛苦曬，辛苦曬，辛苦曬，咁我哋今日嘅記者會就完結啦，嗯，辛苦曬，Thank you， Thank 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 you，好，妈妈接水。妈妈，我给接水杯。Left hand side, please. 好，接水。好，呀呀。Left hand side, one more, please. 哎，接住哦，接住哦，接住哦。ありがとう。OK, 接水杯。好，谢谢你。到了，去了 ，Thank you。OK， 好。喂，你想影一张大合照啊？好啊，好啊，好啊。好啊，好啊。喂，这张先生先问紧，问紧，不好意思啊，等一阵先。